今回紹介するのは、柳ゆりなさんです。女優、グラビアアイドルとして活躍しています。1994年4月19日生まれ、この動画公開時の年齢は29歳。2013年4月、オーディションで特別賞を受賞し、芸能界入り、デビュー以降は、グラビアアイドルとして活動していましたが、女優志望でした。2014年5月に公開された、上恋にて、 映画初出演で主演を果たしました。同年、NHK のテレビドラマで、日本初のヌードポスターといわれる、ポスターモデル役で出演し、多くの注目を集めました。2015年、主要20史における、ブラビアアイドル表紙登場回数ランキングで、2015年上半期の1位を獲得。2018年、ヒロイン役で出演した、順平寛大直せで、ベッドシーンを披露。 同作品内で、ゆりなさんの可愛い TKB がペロリンチョされています。興味のある方は作品を視聴してみてください。2021年6月、所属事務所を移籍。これまで数々のテレビドラマや映画に出演し、現在も人気が高まっています。趣味は水彩画、デジタルイラスト、映画鑑賞、美術鑑賞。特技はストリートダンス、日本舞踊、絵を描くことです。 趣味と特技に関して、表現という共通点があります。ゆりなさんの持つ感性は、女優という、表現をする仕事の適性が高かったと言えそうです。また、ダンスに関しては、高校2年生の時に、エグザイルのバックダンサーを務めたことがあるほどの腕前です。2021年、ゆりなさんは、ラスト写真集として発売されたサード写真集をもって、女優に専念していく意向を示していました。 グラビアで見る機会が減ることは残念ですが、中学生時代からの夢を存分に楽しんでほしいですね。今後のさらなる活躍が楽しみです。今回の内容は以上です。この動画が面白かった方、ゆりなさんをもっと知りたくなった方は、高評価を押してください。動画の感想や要望があれば、気軽にコメントしてくださいね。このチャンネルでは日本の美女をはじめ、世界の美女を紹介しています。 興味のある方はチャンネル登録がおすすめですよ。またね。